渋マのクリエイティブ講座全100回。 はい、というわけで、セブヤマです。クリエイティブ講座、今回もよろしくお願いします、えー。このね、今お話しさせていただいております。私、セブヤマが何者なのかというのはですね、えー、ちょっと概要欄にですね、えー、自己紹介のリンク貼ったりとか、まあ簡単なあ説明書かせていただいたりしていると思いますので、そちらを興味持ってくださった方は見ていただければと思います。 というわけでですね、今回は、あ第6回ということなんですけれども、えー、今回のテーマはですね、100回目で成功するようにするっていうのがね、えー、テーマなんですけれども、もうちょっとなんか、うまい言い回しあるんじゃないかなと思うんですけれども、100回目で成功するようにするっていうのがね、ちょっと伝えたいことなんですが、まああのー、これどういう話なのかと言いますと、第3回の 失敗の練習をしようっていうようなところで、ちょっとね、このワードっていうのがちらっと出てきてたりもするんですけれども、おー、まあ、このあたりがですね、要するに、ま、こう、まあ、クリエイティブコーダで結局言ってることって根本にあるのは全部同じようなことなんですけれども、とにかくやろやろう やれ作れみたいなことなんですよ。あの、結局伝えたいことって。で、まあ、言ってしまうと、ね、100回目で成功するようにするっていうのも、まあ、そういう意味なんですけれども、これ要するに、まあ、あの、何を言ってるのかというと、その、100回目でね、ちょうどだから、例えばインターネットの記事を書きます。 でも1本目書いただけだとバズりません、受けません、2本目で,でもまあやや受けでしたみたいなね、それでまあ気持ちが落ち込んだりとか、あ俺、全然才能ないんかなとか思ったりするとは思うんですけれども、そうじゃなくて、あの、ね、100回目で成功すればいいんですよ、100回目、ちょうど100本目の記事で受ければ。 もういいんですよ。そ、それをね、目指しましょうっていう話であって、逆の言い方をすると、なんでお前一本目の記事で受けると思ってんねんっていう、なんで二本目の記事でバズると思ってんねんお前っていうような、まあそういうちょっと、こう、嫌な言い方をさせていただくとね、そういう意味も含んでるんですけれども、結局だからね、100 1回目の挑戦でうまくいけばいいやんやし、さっきちょっとあの嫌な言い方をしたので、いい、いい言い方で言わせていただくとすると、これ、100回やれば絶対に成功するよっていう意味でもあるんですよ。ポジティブな言い方をさせていただくとね。っていうのが、まあ、僕自身、何か新しいことを始めるとき、まず最初に立てるのが、えっ、ー、と、 100回これを作ろう。100回これを発信しよう。100回世に送り出そう。恒例を作ってっていうので、まずそれを決めるんですよ。で、これを世の中に100個を出すぞってなった時に、自分の中でどんな変化が起こるのかというと、まずその100回目で成功するっていうのを目的にしてるわけですよ。100回目でね。100回目のじゃじゃあインターネットの記事にしましょう。100本目の記事で 受けるっていうのを目指してるわけなんですよ。だから、50本目で受けちゃダメというか、100本目で受ければいいわけなんですよ。ということは、まあそこに行き着くまでの99回チャレンジできるわけじゃないですか。でも、100本目に成功せなあかんっていうのは、逆を言うと、最低でも100本記事は書かないといけないわけじゃないですか。 あの、100本目の行くためには、100本記事を書かないといけないから、まず、その、一発目で当てようっていう気がなくなるんですよ。なぜかというと、1本、1本目で記事受けたとしても、100本目です受けるのを目指してるわけですから、ダメなんですよ。100 本目で受けないといけないから。だから、構想を今練ってるんですよね。まだ一文字も書いてないんですけれども、まず受けるために構想を練ってるんですよね。もう、彼これ3年ぐらい頭の中で温めてるんですけれども、熟成させるんですけれども、このネタでもうまくやったら受けると思うんですよね、っていうようなことが起きないんですよ。だって100本目で受けないといけないんやから、とにかく90何本目かまでは早くもう、いかないといけないんですよ。 なんだから、一本目で受けようと思ってるやつって、その一本目すらも書かないっていうのはあるじゃないですか。滑ったらあかんとか、失敗したらあかんって思い込んでいる人間っていうのは、一発目で受けやなあかんって思ってるから、もう身動き取れなくなって、一個目すら何も手をつけることができないっていう、それをなくすんですよね。百本目で、えー、受けるようにするぞっていうのを目標に立てたら、まず、 まずそこまで行かないといけないから、1個目を温めてる場合ちゃうぞっていうので、まずは、 自分ができる範囲のものを作って、それを世に出して、ええー、出そうとするんですよね。で、そこで、単純に100個記事を出すっていうのが目的なんじゃなくて、100本目で成功させるっていうのが受ける、バズらせるっていうのを目的。ここが、ここも一個ポイントで、単純に数稼げって言っているわけでもないから、1個とりあえず、 記事を出しましたと。で、それによって反響がありました。ここがもっとこうしたら面白かったのにとか、ここもなかったみたいな言われることによって、あ、なるほど、じゃあもっとここは改善した方がいいんだなっていうので、試行錯誤が生まれるじゃないですか。だって、あとの98回のチャレンジで、えー、100回目で成功する、受けないといけないわけだから、単純に数稼ぎましたなんじゃなくて、あとの何回か限られたチャレンジの中で試行錯誤して、100 一回目でバズるってやらないといけないわけですから、試行錯誤をちゃんとするっていうことが起きるんですよね。よく論争でね、あの、質が大事なのか、量が大事なのかっていう話し合いとか議論をされてるのを、まあ、ちらほら見たりするんですけれども、僕はナンセンスだなって思っていて、質が量であり、量が質やろうって僕は思ってるんですよ。 あのー、どういう意味 <laughs> そういう、あのー、伝わってるかなえっと、要するにだから、その、僕の言っている100回目で成功させるっていうのは、まあ、両方の意味を含んでいて、まあ、だから、 まず、だから、量をこなせようっていう意味もあるんですよね。100個という膨大な数をやれよっていう。で、ただ数をこなすだけやったらダメで、そうじゃなくて、そこで少しでも質を高めようって思ってやらないといけない。だから、そういう少しでも質を高めようとするための量をこなせば、きっと100 100回目で成功するよねっていうニュアンスやったりもするわけですよ。だからこれ、その100回目で100本目の記事で成功しましょうって言ってるけど、僕はあのー、まあ、100っていうね、結構大きい数字とされてるのをポンって出してますけれども、多分、そ、その意識で続けてたら、100行くまでに僕受けるって、 思うんですよバズると思うんですよね自分ごとでね自分語りで恐縮ですけど僕 100本記事書こう。100個ラインスタンプ作ろう。100個エフェクト作ろう。インスタグラムのエフェクト作ろうっていうので、そういう、まあ、数をこなそう。質を高めつつ数をこなそうっていうのをやっていく中で、少なくても僕の自分の実体験としては、そこに行くまでに、やっぱりちゃんと受けっていうのは発生したんですよね。まあ、バズるみたいなのは、 発生したので、僕は、なんかこう、後輩の子とかに、今度こういうことを始めようと思うんですよね、とか言われたら、 あの、そういう話はするんですよね。あの、一発目、二発目で当てようとするんじゃなくて、百回目で、こう、受けるっていうようなのを目指して頑張ってね、っていう、まあ、そういう伝え方はするんですよね。そうやったら絶対ね、その、百いくまでにもう受けるから、あの、どっかで、それを続けてたら成功するからっていうのを思ってるんです。その、何をもって成功なのかっていうのはわからないですけれども、まあ、あなたが目標としているものっていうもの 掴むことがで、きるるからっってていう風に僕は思ってるんでですよねでえっ、ー、と、まあそういうね、100回やるうちに絶対当たるからとは言いましたけど、まあ恐ろしいのはやっぱり絶対がないのがこの世の中ですから、100? 100回やっても、橋にもんぼにも引っかかなかった。泣かすとる、飛ばずのすっからかんですわ、セブヤマハーンっていうので、言われることもあると思いますあんたが、あんさんが100回やりなはれって言われたから、わたやりましてんっていうのでね。 何はの飽きんどがね、こう僕にクレームを言ってくるかもしれないんですけれども、まあ、それはね、それで、そういうことも起こると思います。それはもうね、仕方ない。いや、仕方ないで済ませないでくれとてうよう思われるかもしれないんですけれども、それはね、ある意味で、そんだけやっても何にもあかんかったんやったら、それはもう、 いよいよあなたにそれの才能がなかったんだと思うんですよい。いやいや、そんな無責任だと思われるかもしれないですけど、いやいや、その悪い意味で僕は言ってる意味じゃな、ことじゃなくて、100回そんな懸熱心に時間かけて熱量を込めてやったけど、何もあかんかったんやとしたら、それはあなたに自分にね、自分にその才能がなかったんやっていうのを一個も知ることになるし、知れるし、 ま、そこまでやったんやったら諦めた分つくじゃないですか。わからない。つかないかもしれないけど、でも、どっかで、あ、自分はこれあかんかったな、向いてなかったなっていうのを冷たいようですけど、見切りをつけることも大事やって僕は思っているところがあって、100回やって何にもあかんかったら、もうそれはそれでもうやめた方がいいとも思うんです。 それはそんだけね、熱込めてやって、時間もかけてやって、ああ、自分も才能なかったやなって思うのは悲しいし悔しいと思うんですけど、でもね、やっぱね、ゼロじゃないんですよね。その100個、1個のことに向けて、目標立てて、100個まで到達したんやとしたら、それはね、やっぱりね、すごいことやと思うので、で、そこで培った、その、あなたが挑戦したことに対してのノウハウっていうのは、 絶対にどっかでね、こう、役に立つし、どっかそれを欲しがる人もいるし、もっと言うとその努力のやり方、システムの作り方っていうのは、他のことに挑戦するときにまた役に立つノウハウやと思うから、絶対に無駄じゃないんですよね。 あなたが目指したそれを手に入れられなかったとしても、あの、全然次に挑戦するときに新しい2個目にやる、2個目の、だから別のもう一回1から100個を目指してやるもののときに、それはまた役に立つし、そこでね、多分、ああ、あのー、役に立ったなっていうことになると思うので、 まあだからとにかくそういう、これをこうなりたい、ああなりたいっていう理想のものっていうものを、これで天下取りたいなっていうものを、まずは100個やるっていうので、挑戦してほしいなと思ってます。タイパーとかコスパーみたいなね、ワードありますけど、ないから、クリエイティブにとって。 ないですから、もうあの、や、ります僕も、コスパいいなタイパいいなって思うようなお買い物でしててね、なんか思うようなアイテムがあったりとかね、おすすめのものとかね、ありますけれども、それはもう日常生活の中であって、ものづくり、クリエイティブっていうものにおいては、タイパとかコスパとかないですから、そういう泥臭く、100回やるぞっていうので、時間かけて、熱持って、えー、やってみてください。100回やったら、 絶対何かその過程の中で当たると思うし、えー、もし当たらんかったとしても、あ、自分はこの才能なかったんやっていう、もう一個諦めようがつくので、まあそういう意味でもね、絶対100っていうのを目指してやった方がいいと思います。とはいえ、そんなこと言われても、ね、信じられないよっていうので、保証あるのか俺が本当に100回やったとして、お前は責任取れるのかみたいなことをね、言う方もいるかもしれないですけれども、まあそういう、 意味も込めてですね、この今聞いてくださっている、この、ま、講座は、セブヤマのクリエイティブ講座というタイトルなんですが、実はこのタイトルは、 全100回までが、あのタイトルでして、要するに、えー、まあ、今回のキーワードとして100回100回っていうのを言ってきましたけれども、このセブヤマのクリエイティブ講座も全100回お届けしようと思っておりまして、これもある意味で僕の中での100回やってみようっていうような、まあ、挑戦チャレンジだったりもするわけです。で、ほんまに100回やったらなんかなんのって思っている方は、まあ このクリエイティブ講座ね、ぜひ、まあちょっとあの、チャンネル登録していただいて、どうなるんやろうこれをほんまにセブヤマが100回、全100回目指して、ずっとこれを続けていったら、どんなことが起こるんだろうかっていうのを、まあ、見ていただいたら、あーいいんじゃないかなと思っております。 これが受ける状況、成功する状況っていうのはどういう、どうなったらそうなのかっていうのはちょっとわからないですけれども、まあ、何かこれによって、これを100回やることによって何かセブヤマ自身にこう変化が起こっているっていうものが、まあ、見せれたら、あ、やっぱりじゃあセブヤマの言うように100回やってみるっていうのは何か意味あることなのかなってちょっとでもま、思ってもらえたらいいなと思っておりますので、 えー、まあ100回までね、お付き合いいただければと思っております。まあそのためにもね、えー、ぜひちょっとチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思ってるんですけれども。まあそんなわけでですね、えー、今回はちょっと100回目で成功するようにするというので、まあ100回。 100回とにかくやってみるっていうのをちょっとキーワードにお届けさせていただきました。引き続きまたあのこのクリエイティブ講座もね、全100回目指してやっていきますので、えー、聞いていただければと思います。というわけで、えー、今回も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。